はい、こんにちは。こんにちは。実はですね、今日お二人にちょっと相談したいことがありまして、うん、なんか最近ぼーっとしちゃって、なんかこう集中力にかけがないというか、欠けるというか。最近特にね。まあ、前からその傾向はあるんですけど、今日はそのルパンのためにですね、集中力を回復させるためのさまざまなことをやってみたいと。そうだね、思っております。そうだね、はい、やってみよう、はい、ありがとうございます。回復集中力もね、ゴーさん、はい、というわけでですね、今回はルパンの集中力を回復させるための装置を用意いたしました。こちらです、どうぞ。これ何かと申しますと、脳波に反応してボールが宙に浮くというですね、マインドフレックスというですね、装置です。その集中力を高めると、その空気の量が増えてボールが高く浮くと。リラックスして、顔の力を抜くって、顔の力リラックスで、ボールをじっと見る全然浮かないね。リラックスできないんじゃないの。ボールをよく見る、よく見て浮き上がるのを想像するんだよ。リラックス、顔の力抜いて。 OK、来た来た、ほう、ほら浮くとこ想像して。おお、来た。それ維持して頑張って浮いた。